坂出市文化協会主催の坂出市美術展覧会が4日から始まっています。去年はコロナ禍で中止となったため2年ぶりの開催です。58回の歴史を重ねる伝統の展覧会は文化協会にとって秋の坂出市民芸術祭と並ぶ2大事業です。会場には第1部絵画水墨画、第2部美術工芸、第3部書篆刻、第4部写真に分かれて合わせて119点が展示されました。中止 しました。それで2年続けて中止したら、今度作者やアイナの連絡やアイナが途切れていかんんで、今年はちょっと強制じゃないけど無理やりやったようなことです。関係者にとって、はい、こう2年ぶり、はい、そうですね、恒例のこう展覧会が開催できているような気も、もう運営委員会としてはホッとしております。どのような内容で毎年されてるんですか？もう内容は毎年同じですけど、ただ若い人の余計来てくれるように頑張っておるようです、おります。これはね、もう坂出の太鼓をイメージアップしたいんで、昔もうちょっと古いになるんですけど頑張って撮った作品です。この写真はどなたがこう見てほしいところでしょうか？そうですね、もう坂出でもこのような綺麗な太鼓があるいうのを皆さんに知ってほしいんで、今後とも続けていきたいんで、もう皆さんも文化面に力を入れて写真、絵画、書道に力を入れてほしいと思います。何が楽しいですか、そういう作品作りされるの？やっぱり人との交流は、文化人との交流ができるのはやっぱり人間的に栄養には感じはしますね。第58回坂出市美術展覧会は今週末12日日曜日まで坂出市民美術館を会場に開催されています。なお入場は無料です。